ただたけほこらくらい、う国前南道ふとい軍んここん。しただたけほこらは、大韓民国前ら南道ふとい島軍ぐん面に、位置する、立春ゅの愛国精神をたたえて建設された、ほこらである。古今、島ん、しまただたけほこらでは、毎年立春ゅの誕生日である4月28日に、祭祀をして、11月19日に、巡国祭が行われている。 ただ祠の本建物は1598年、民の水軍都督が勝利を祈願するため、軍神官を祀る赤王廟として初めて建設された。1666年、全田右水師として赴任してきた竜明禅が改修し、赤王廟の横に玉泉寺を建て祠を管理し、祭祀を行うようにした。1683年には、 赤王病の西側に祠を新しく建て、忠武公、立春神を祀るようにしながら、東部には、関羽と、陳、西部には、立春神の三人の遺廃を祀った指導がある。1791年、清祖から、丹宝病というお筆で剣板の変額を寄贈され、土領海戦で戦死した70歳の老将であった、民の将軍、東史流を祀ることになった。日本統治時代には、 民族精神の抹殺政策により、石王像と遺杯をはじめ、遺物が海に捨てられ、玉泉寺の仏像だけが近くの白雲寺に移され、保管された。1945年以降、古今島樹林が中心になって、石王廟があった場所に指導を再建して、看板を、忠だ武祠に変えて、立春神を正殿に建て祀るようにした。東方学32。 359から401、http://uci.or.kr/.g901、a-0003665209、http:/www.erticl.e.net/.article.aspxsn="247018", a 太い島平等島、リチューブ公遺跡。 ありがとうございます。